森くんに女神の祝福をは岩田洋樹による日本のライトノベル。挿絵イラストは佐藤俊之が担当している。電撃文庫より2003年から書き下ろしの形で単行本が発刊され、シリーズがスタート。2009年3月現在まで本編全12巻と番外編4巻が刊行されている。本編7巻からは新年度編となり、それ以前に登場していた各キャラクターは1学年、進級ないしは進学等する。メディアワークスのライトノベル専門雑誌、電撃 HP において、時折特集の形で番外編の短編小説が掲載されている。漫画は電撃 HP 及び電撃魔王にて連載。それぞれに作画者、連載期間が違い、内容に差異があるため、当記事においては前者を HP 版後者を魔王版として表記する。2006年10月から2007年3月までワウワウにてテレビアニメが放送された。近年に発見された大気中を漂う新物質ビアトリス。人間の思考、意志に感応、反応して変化し、あらゆることを可能にする。それは、その性質より奇跡の物質。現代に蘇った魔法とすら呼ばれる未知にして、世界中から注目される新物質であった。それを理解し、操り、知り抜く術を教える日本で、唯一の高校が、東京ビアトリス総合大学附属高等学校である。そこでは、ビアトリスに対する適応能力を持つ、和光度たちが、自らも優秀なビアトリス使いとなるために日々、勉学と研究、さらには忙しい日々を癒してくれる、創造しい青春に明け暮れている。幼い頃にトンネル崩落事故に巻き込まれた少年、吉村守は、その現場である人物の起こしたビアトリスの奇跡によって助け出される。そしてこの出来事から、森はビアトリスとその使役者であるビアトリス使いに深い憧れを抱くようになった。そして、高校1年の2学期、森は、ビアトリスの適性検査をクリアし、東美大附属へと転入することになる。転入初日、森は学校の昇降口の前に佇む美少女と出会う。少女は昇降口前の桜の木にいきなり満開の花を咲かせた。見とれる守に少女は何の用かと冷ややかな表情と声を向ける。一瞬だけ戸惑う森だったが、常に困った時はまず笑えと育てられていたため、この時も普段と同じように教え通りに少女に笑みを投げかけた。これが運命の始まりだった。森が笑みを向けた少女の名は高須綾子。高校2年生にして魔女、ベアトリーチェ、ビアトリスの四天使の別名で呼ばれる世界で三使に入る天才ビアトリス使い。彼女は森が東美大附属へとやってきたその日の昼休み、彼が転入した教室へと乱入して顔を真っ赤にしながら、脅し半分で大告白を敢行してしまった。かくして、相思相愛でありながら、その強大な力を持つがゆえに放っておかれることのない二人の愛と試練の物語が始まるのである。以下、本節内での関数の記述は、特に断りのない場合は、小説本編の関数を指す。小説挿絵を担当している。佐藤俊之が作画を担当した漫画作品。メイン連載は小説1巻に相当するストーリーを漫画化。なお、連載全史として電撃系出版物購読層のファンを対象とした通販限定冊子電撃 H 及び電撃ヘクトパスカルに掲載された短編が存在しており、同じ単行本に収録されているため、これらの短編漫画もHP 版として扱われる。電撃 HP における本連載は2006年に発刊されたボリューム41からボリューム45までにわたって行われた。電撃 H は2004年9月に発行されており、短編漫画森くんに漫画で祝福をが掲載。電撃ヘクトパスカルは2005年10月に発行され、同様に短編漫画森くんに漫画で祝福をが掲載された。この2作品の内容は原作にないオリジナルストーリーとなっている。これらの内容にさらに書き下ろしを加え、メディアワークスのコミック単行本レーベル、電撃コミックスより2007年3月に初版発行となった。アニメ化に合わせて、電撃魔王2007年3月号からスタート。正式なタイトルは、森くんに女神の祝福を、Aブレッシングオブビーナスとなっている。作画は C-SHOW が担当している。コミックスは全2巻が刊行された。すべて電撃文庫より発刊。発売日は初版発行月の10日。本編は全12巻で完結。番外編は続行。すべて電撃コミックスより発刊。2006年10月から2007年3月までワウワウにて放送された。全24話。内容は小説をベースにしたオリジナルストーリーで、小説におけるシリアスなエピソードは一部を除いてほぼ省かれている。アニメの内容につき原作者の岩田は小説後書きにてドタバタコメディとしては原作より断然面白いと評価している。ありがとうございます。